ファーストキスストーリー9回目でございます。まさかまさかの第2章に突入というですね。いやー、でも前回ほんと大変だった。何回も繰り返し繰り返し、ついにここからは第2章。本当にカナルートに入ったのはここからなんじゃない？やっと本番なんじゃないの？電話？また高坂じゃねえだろうな。電話で伝えること、あいつわざわざ校舎、学校、上まで呼び寄せるからな。哲也くん？哲也か。かなちゃんがいた。うん。でもこっからどうなるんだろう。すごい気になる。わかったわ。かなちゃんもね、すぐに行けばいいね、あなたのことが好きかもしれないみたいなこと言われたしね。うん。それじゃあ、ちょっと待っててね。かなちゃんが哲也から呼び出し。うん、あ、哲也くん、一体何の話だろう。やろう、告白するつもりじゃないのか、かなちゃん。あ、何かご用ですか、今の電話。あ、哲也くんですよ。話があるから公園に来てくれ。いや、絶対そうだよ、告白だよ。そうなんだ。で、かなちゃん今から行くの。あ、はい。こんなに寒いのに長い時間待たせちゃ悪いですから。それじゃ あ、おめかししてちゃんと。いってらっしゃい。いってらっしゃい。お姉ちゃん、きっと告白されるんだよ。さすがまなみ、わかってんね。まなみちゃん、それってどういうこと。まなみ、友達から聞いたんだ。お姉ちゃん、最近よく男の人と一緒にいるんだって、うん、何その言い方。この前よく男の人と一緒に市民公園でデートしてた。それ俺。俺だわ、それ俺。え、どうしたのお兄ちゃん。めっちゃ噂されちゃってるんだ。兄ちゃん、どうしよう、かなちゃんを追った方がいいのか。あー、いや、これはもう追いかけていってね、告白する前に哲也を鉄パイプでぶん殴るっていうことをしないと。あと追いかけましょう。俺ちょっと用を思い出したから出かけてくる。うん、行ってらっしゃい。全然興味なさそう。もうカナルートに完全に入っちゃったから、マナミが俺への興味がゼロ。公園に行くって言っていた。こっちの方が近道だったはずだ。お待たせ、哲也くん。行った。あの、お、こんなところへお呼び立てしてしまってすみません。別に。もう表情だけでわかるわ。哲也、お前振られるぞ。あ、はい。あ、ん、どうしたの哲也くん。僕折倉さんのことが好きです。おお、勇気出したね哲也。ついに行っちまった。クラスメイトなのに告白って、でもすごい勇気だな。冗談でこんなことは言いません。明日から学校来れないだろう。僕は本気です。折倉さん、僕と付き合ってください。え、ダメですか。いや、あの、そんなこと急に言われても。カナがきっと恋というものをどんどん意識していくっていうことなんだろうな。僕は急なんかじゃありません。入学式で折倉さんを初めて見た時から、あの時からずっと好きだったんです。じゃあもう10ヶ月11ヶ月ぐらい経ってるんだ。僕ではダメなんですか。やっぱりあいつのことが好きなんですか。え、あいつって。とぼけないでください、先輩のことです。1ヶ月前にフラッと現れた、急に現れた俺に。でもあいつって七瀬と付き合ってるんでしょ。七瀬だったら折倉さんはいいじゃないですか。ちょっと待って、七瀬、あ、綾香のことか。いや、綾付き合ってないよ。何言ってんのお前。そんな、ごめんなさい哲也くん、私そんな気持ちまだ持てないから。残念だったな哲也。あ、折倉さん。うわ、八つ当たりしてる。うわー、でもなんだろう、なんか哲也大丈夫かな、まだ終わらなそうだな哲也。そんな気持ちは持てないか。
でも昨夜彼女ちゃんは好きになったかもしれない、そう言ってくれた。俺はあの言葉を信じても本気にしてもいいんだろうか。あ、お姉ちゃんお帰りなさい。こっそり覗いて覗き見してきちゃったよ。かなちゃん帰ってきたみたい。お帰りかなちゃん。ただいま。ねえねえお姉ちゃんどうだったの？もうすごい。どうだったってワクワクしちゃってじゃん。とぼけてもダメだよ。マナミ知ってるんだから。恋バナが聞きたくてしょうがないお年頃。お姉ちゃん告白されたんでしょ？どうだったの？オッケーしちゃったの？もう黙ってちゃわかんないよ。もしオッケーしたんならお姉ちゃんをお祝いしないとね。お兄ちゃん。お前無邪気だな。お兄ちゃん。ああそうだよね。ごめんなさい。ちょっとその一人になりたいんです。あ、お姉ちゃん。マナ、空気読もうよ。マナミちゃん、カナちゃんのことをしばらくそっとしといてあげて。ん？ああ、もしかしてお姉ちゃん断っちゃったのか。なるほど。なるほど。うん、わかった。マナミも女の子だもん。こういう時の気持ちわかるな。本当わかってる？マナミ、友達に電話しようと思ってたんだ。絶対今のお姉ちゃんの恋バナに花を話で盛り上がって。かなちゃんこんな時俺はどうしたんだ。まさか佐々木よりも俺を選んでくれたんだね、なんて言えない。今日はこのままそっとしておこう。おやすみかなちゃん。おー、ここでようやくセーブができるよ。セーブファイルを選んでください。じゃあ一番下にセーブしておくか。セーブします。これまたさ、行動パターンとか出てくんのか。どうなんだろう、第2章がどんな感じで進んでいくのかが全然まだわからない。2月24日。くわー眠い。でも言うてもあと1週間もないか。結局かなちゃんが気になってろくに寝られなかった。かなちゃん今日はちゃんと起きられたのかな。心配だ。ちょっと部屋に行ってみよう。かなちゃん起きてるの？入るよ。は、入るの？入っちゃっていいの？いない。ちゃんと起きてるみたい。よかった。キッチンへ入ったらなんて言ったらいいんだ。やっぱりもう大丈夫とか優しく声をかけた方がいいのかな。迷っていても仕方ない。ここは明るく普通に行こう。おはよう。早起きでかな。もう全然普通だな。うん、まあね。なんだか反応は普通。かなちゃん。はい。もうこっちが意識しすぎちゃってるじゃない。いや、その、元気。え？はい。元気って言われれば。俺気持ち悪いぞ、なんか。どうしたんですか？元気がないんですか？いや、そんなことはない。この通り、元気元気。昨日のことはもう大丈夫なのか。だったら早く食事を済ませて学校へ行きましょう。卒業式が何日だっけ。いやでも今月末もう終わるよね。ああそうだね。で3月3日とかに家を出るんじゃなかったっけ。そういえば、そうだ、家出るんだよ。彩香とはどうなんですか。え、彩香彩香とは何もないよ。あ、でもやっぱこういう会話が出るってことは、前回もそうだったんだけど、鍵になってきたのが彩香だったんだよね。彩香の好感度をある程度上げないといけないっていうのが、そっか、シナリオ的にも関わってくるんだな。どうって、デートとかしていないんですか。付き合ってると思ってんだ。会えば話すくらいするけど、それほど多くデートしてるってわけじゃないっていうか、したことねえよ。そうなんですか。どうしたんだ急に。やっぱり何か変だ。そうだ、今日の帰り駅前広場で待っていてもらえませんか。駅前広場、別にいいけど。何、また買い物の手伝いか何か。まあそんなところです。なんだそれ。じゃ
絶対に待っててくださいね。なんか怖い、刺されるんじゃないのこれ大丈夫、怖い。カナ、カナの笑顔がちょっと怖い。彩香とは何もやましい気持ち、やましいことはないのに、なぜかなぜかドキドキしてしまうぞ。放課後、カナちゃんとの約束に行くか。なんでわざわざ駅前なんかで待ち合わせしたんだろう。学校でいいと思うんだけど。まあ確かにな、カナちゃんまだ来ていないのかな。あれ、こんにちは。うわ、これなんか気使って彩香と鉢合わせたみたいなこと。すみません、お待たせしました。まあ、連れてきたのか彩香を。二人一緒なの。カナちゃん夕食の買い物に行くんじゃなかったんだ。ええ、違いますよ。たまには三人で遊ぼうと思いまして。んー、カナは今どういう気持ちなんだ。立ち話もなんですから、喫茶店にでも行きませんか。わー、それ賛成。早く行こう。彩香はもうブレないよね先輩ラブだよね、もうね。うんと、彩香はね、パフェにしようっとキャハ。それじゃあ、私はケーキにしようかな。ここのケーキってすっごく美味しいんですよ。そうなんだ。でも二人ともあまり食べ過ぎると太っちゃうぞ。あ、彩香に太るとか言うとまたやるから苦笑女の子に太っちゃうぞとかいかんでしょ。あ、かわいい。かなちゃんのケーキ美味しそうだねって、これ何、彩香の前でかながあーんしてあげてるの、見せつけてんのかこれ。だからさっき言ったじゃないですか。あれ、カナの暗黒面がちょっと見えてきた。よかったら食べますか。はい、あー、いや、もうそうじゃん、これほら彩香に見せつけてんだ。やべえ、カナが悪い女になってきた。ほっぺたにクリームがついてますよそうもうしょうがないな。ちょっといいですか。はい、これで取れましたよ。クリームを取ってペロって舐めちゃうんじゃない。ありがとう、かなちゃんどういたしまして。あやかの脳が破壊されちゃうあやかが、これとんでもない寝取られストーリーが始まっているぞ。さてと、あ、今のチェリーポットだったんだ。私はこれで帰りますね。表情あとは頑張ってね。激おこあやかだ、この目は。バイバイ。うわ、ブチ切れてんじゃん、あやか。それじゃあ、ダメだ、笑っちゃいけないけど、笑っちゃいけないけど、かなちゃんが悪い女になったのはものすごい面白いな、これ。またって、あ、かなちゃん行っちゃった。しょうがないな、あやかちゃん、どっか行きたいところある。あやかちゃん、どうかしたの。先輩、あやかについてきてください。あれ、なになに。先輩、変わら、かなちゃんと仲がいいんですねブチ切れてるまあね、一応一緒に暮らしているわけだし、仲良くしないと。先輩はあやかのことどう思ってるんですか。いや、どう思ってるも何もさ、可愛い女の子だと思うよ。違います、そういう意味じゃないです。ボン、BGM が。彩香を愛してくれてますか。おい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 、もうこれ刺される時の BGM じゃん。それは、その、先輩はかなちゃんのことが好きなんですか。そんなこと、どうしたの、なんで突然そんなことを。彩香知ってる。あ、先輩とかなちゃんがデートしたこと、それに腕組んだことも。あ、徹夜か、徹夜に、徹夜がバラしたんだな。絶対そうだ、目撃されたの、目撃したの徹夜だけだもん。それは、それにさっきだって彩香がいるのにすっごく仲良さそうにしてた。ただ一緒に住んでるってだけじゃあんなことしないもんまあ確かにな、あーはしないよな。先輩は彩香よりかなちゃんのことが好きなんでしょ。でもここいらでちゃんとけじめというか、はっきりさせておかないとね。彩香が暴走し始めてるから、ごめん、俺は暴走し始めてるけど、最初から暴走してたんだけどなもう会って2日目ぐらいで、私が彼女ですみたいな付き合ってくださいみたいな。ああ、マジ泣きじゃん、彩香ちゃん。走ってちゃった。
俺は最低だ。こんな展開になっちゃうんだ。いや、かなちゃん悪い女やで、あれ。かな面白いな、あやかの前で。あんか、なるほどな。これはでも二人の友情が心配だな。二人が仲悪くなっちゃうのは嫌だな。まなみちゃん、かなちゃんは、うん、さっきあやかさんが迎えに来て一緒にどっかへ出かけたよ。やばいよ、今あの二人。あやかちゃんが一体何の用事だったんだろう。もしかして昨日のこと。あ、お兄ちゃん、悪いんだけど駅前のデパートでお買い物してきてもらえないかな。パシリじゃん、もう。別にいいけど、行ってくる。うん、お願いね。同時刻、公園。え、またせ、あやか、やばいやばい。あれ、どうしたの。刺されちゃう。なんだか刺し合いだ。刺し合いが始まる。あやか、哲也くんから聞いちゃった。え、何のこと。かなちゃん、先輩と一緒にデートしてたでしょ。哲也、あ、あいつ、そのこと、ごめんなさい。あやか、別にあやかから取ろうとしているわけじゃないのよ。あ、これでも本当に、あ、そうなのかな。さっきのあんも、もうすっかり仲良くなってたから無意識にあーんしちゃったってことなのかな。考えすぎかな、闇落ちしてるかなちゃんっていうのは。ただちょっと一緒にお出かけしただけなの。それでその後たまたま腕組んで歩いていたの。そうだよね、それも目撃されてんだもんね。それはかなちゃんすっごく嬉しそうな顔して先輩に抱きついていたって、そう聞いたもん。ちょっと持ってんじゃん、哲也。それにこの前だって先輩とすっごく仲良さそうだった。かなちゃん、あやかに嘘つかなくていいよ。先輩のことが好きなんでしょ。私、かなちゃん自身もまだわからないのかな、自分のその心みたいな。かなちゃんはっきりしないんだったら、あやか先輩といけない関係になっちゃうよ。何言ってんだよお前。一線越えちゃうっていう、なるほどね、既成事実を作っちゃうっていう。いけない関係。始まっちゃうよ、子供ができちゃうよ。待って、あやか。私、あの人のことが好きだから、あやかにも誰にもあの人を渡したくない。おー、言ったね、かな。かなちゃん、あやか。え、あやか、かなちゃんがそう言ってくれるのずっと待ってたの。いいやつだな、あやか、お前。それにかなちゃんはあやかの親友だもん。闇落ちしたあやかなんていなかったんや。よかった、二人とも闇落ちしてない。あやか、でもあなたの気持ちは、そうと決まったら早速告白しなくっちゃ。もしかなちゃんが言いづらいんだったら、あやかちゃんが一肌脱いであげるなんちゃって。いけない関係じゃないかよ。キャッキャッ。あ、でもなんか無理してんのかな、あやか。キャハキャハ、いつも以上にキャハキャハ言ってるもん。ありがとう。それじゃあそろそろ帰ろうよ。よいしょっと。あ、急に飛び出したら危ないわよ、あやか。大丈夫だよ、かなちゃんも早く早く。え、大丈夫。あ、大丈夫か。びっくりした。急に飛び出したら危ないわよなんてセリフ、絶対その後引かれる時のセリフじゃん。ビビった、あやか死ぬんかと思った。あー、ダメだ、まずい、あやか、まずい。かなちゃん、え、かなが危ないの、そっち？どっち？うわー！
割と時間がかかっちゃった。急いで帰ろう。鍵がかかっている。誰もいないのか。いやでも彩香がかなちゃんって叫んでたから、かなが引かれた。かなが引かれる。ガチャ。ただいま。超展開すぎるだろう。まなみちゃん、おかしいな、どこへ行ったんだ。ま、どうせすぐ戻るだろ。とりあえず買ったものをキッチンに置いておくか。おい、俺今それどころじゃねえぞ。これでいいだろう。あ、電話だ。これで小坂だったら怒るぞ。お前今そういう場面じゃねえぞ。お待たせしました、折川ですが。あ、お兄ちゃん。あ、お姉ちゃんが大変なの。すぐ病院に来て。まなみ。まなみちゃん、切れちゃった。お姉ちゃんが大変って、まさかかなちゃんに何かあったのか。すごいかっこいい BGM になった。急いで病院へ行かないと。無事でいてくれよ、かなちゃん。お兄ちゃん、早く早く。まなみちゃん、かなちゃんは、かなちゃんはどこなの。お姉ちゃんは奥の病室だよ。お兄ちゃん、早く行ってあげて。うん、わかった。まなみちゃんはここで待っているんだ。いいね。ああ、彩香あゆ、かなちゃんは、ごめんなさい、彩香のせいでかなちゃんが。そうだね、おめえのせいだね。お前がキャーって言いながら道路に飛び出したからついてったかなちゃんが。いやでもまあ悪気ないんだな、悪気ないなら責められないな。狙ってだったら怖い、怖すぎるけどね。これで運転手が徹夜だったとかだったら怖すぎるけど、いや大丈夫だ、彩香ちゃん気をしっかり持って。きっとね、弥生ママ先生がついてくれるから。この病室か、かなちゃん。はい。あれ。ああ。怪我は大丈夫なの。はい、あの、あ、事故って言ってもちょっとかすっただけですから。なんだ、全然軽傷なんだ。本当によかった。いや一瞬死がよぎった。あ、ギュッて。かなちゃん無事でよかった。あの、痛いです。もっとその優しく抱いてください。いけない関係だねこれね。これは病室の前で聞き身を立てているであろう彩香の脳が破壊されているね今頃ね。ごめん、俺心配した。本当に心配したんだからね。そうだよ、これ本当に死んじゃうエンドとかあるかと思っちゃった一瞬。ありがとう、ありがとう。もう離れてください。ごめん。この通り私は大丈夫です。だからまなみを連れて家に戻ってください。でも俺君のことが心配なんだ。今夜だけでも付き添ってちゃダメかな。ここにはお母さんもいます。ああ、ママそんなに心配しなくても大丈夫ですよ。それにまなみを一人で家に置いておく方がよっぽど心配です。そうだね、それじゃあ今日は帰る。あんまり無理しないように。いやーすごい展開。え、何さよならって。うわぁ、今の最後のさよならやべえぞ。今の最後のはなんだ。あ、でも3月入った。もう3月1日なんだ。え、じゃあ卒業式は終わった？セーブします。もうすぐ俺が折倉家を出ることになっちゃうよね。3月1日、日曜日。あ、また高坂。おう、彩香ちゃんか。なんだろう、イルス使っといてくれ。お兄ちゃんはいないと言っておいてくれ。はい、伊助です。お待たせ。で、大切な話って何かな。ずっとですね、彩香、恋のキューピッドになろうと思いまして。キャハ、恋のキューピッド。はい、彩香ちゃん、先輩とかなちゃんをくっつけちゃいます。マジか。気持ちは嬉しいけど、でも最近かなちゃん俺を避けているみたい。ここ何日かは挨拶すらろくに交わしていないんだ。それは大丈夫です。
ちゃんとかなちゃんもここへ呼んでありますから。かなちゃん、ここに来るの？はい、当然です。多分そろそろ来ると思うんだけど、うん、まったく早かったら。あ、来た。あ、でも本当に怪我は全然大したことないんだね。危なかったんだな。早く隠れて。え、隠れんの？俺が隠れんの？あ、あ、あやか、どこにいるの？かなちゃんって見た目通りお手だから、とりあえずやれるとこまでやっちゃった方がいいと思う。何言ってんだ。お前エロいな。あやか、なんてこと言うんだ。あやかちゃん、キャ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 。それじゃあとは頑張ってね、先輩。いけない関係じゃん。あやかちゃん、まだなんかありますか？ありがとう先輩。うん、いやでも無邪気な、無邪気でいい子なんだな。あやかは本当に。またどこか。よし、じゃあここはもう男を見せちゃおうか。よし、行くぞ。だ、公園に会いに行く時も、あの、だからおちんちん出しながら行こう。男気をマックスにして見せ見せよ。行こう。かなちゃん、捕まるわ。かなちゃん、話がある。あの話って、その、彩香は、彩香はどうしたんですか？彩香は死んだ。うん、だって彩香、私に用事があるって。あの、ごめん、それは嘘なんだ。嘘？え、いや違う、はい、二人して私を騙したのね。いや、俺は騙してないよ。騙したのは彩香だけ。私、帰り、おい、彩香、逆効果じゃねえかよ、これ。怒ってんじゃん。待って、俺の話を聞いて。俺はかなちゃんのことが好きだ。同居の人としてじゃなくて、一人の男として君と付き合いたい。言ったよ。かなちゃんは、俺のことが嫌いなの。それじゃ、好きなんだね。黙っていないで答えてくれ。ああ、泣いちゃった。私もあなたのことは好き。あなたのこと、彩香のこと、哲也くんのこと、それにまなみ、お父さん、もういろんな感情がごっちゃごちゃになっちゃってんだな。ここ何日かずっとそのことばかり考えていました。でもダメなんです、気持ちの整理が全然つかないんです。だからごめんなさい。そんなこと言わないでよ。俺は君のことが好きなんだ。やめて。かなちゃん、私を苦しめないでください。お願いします。私を苦しめないでください。今まで私に親切にしてくれてありがとうございました。号泣だよ。かなちゃん、かなちゃん、ここに来て振られる、マジか。セーブファイルを選んでください。ここでよろしいですか？あれなんで、選択肢は全然ないね。セーブします。悲しなりを。大丈夫なのか。3月2日月曜日。ふわ、今日が高校生活最後の朝。あ、今日が卒業式。結局何事もないまま日数だけが過ぎ去ってしまった。お兄ちゃん、起きてる？早くしないと卒業式に遅刻しちゃうよ。すぐ起きるよ、まなみちゃん。卒業式、こうしてここから通学するのも今日が最後なんだよな。そう思うと少し寂しい気がする。お兄ちゃん、お待たせ。あれ、玄関なんか見つめちゃってどうしたの？
この玄関を出て学校へ行くのも今日が最後なんだってそう思ってね。そっか、お兄ちゃんとこうして一緒に学校行くのも今日でおしまいなんだね。そうだね、カナはもう先に行っちゃった感じかな。マナミ、寂しいな俺もだよ、マナミちゃん。それじゃあ今日が最後の競争だ、絶対に負けないからな。マナミだって絶対負けないんだもん。走るぞ、よーい、ドーン、キャハ、これでまたキキードンって危ないからね、気をつけてね、本当に。マナミとアヤカは特に気をつけて。すっごーい、お兄ちゃん今までよりもパワーアップしてる。レベルが上がったのかなこれなんか棒読みだったから気使って遅く走ってんじゃねえの、マナミが。最後だから花持たしてやろうかなみたいな。マナミ負けちゃった。多分姫プレイしてくれたんだ、最後の最後に。俺の勝ち。ああ、やだなお兄ちゃん、中学生のしかも女の子との競争にそんなに向きにならないでよまあそうだよね。いや、そうはいかない、手を抜くのは相手に失礼。それにマナミちゃんと競争ができるの今日が最後なんだ。お兄ちゃん、でも今日が最後っていうのは違うと思うな。だってまたお兄ちゃんが遊びに来ればいいんだもん。そうだね、遊びには来たいけど別に走らなくてもいいんじゃないかな。まなみちゃんの言う通りだ。それじゃ行ってきます。お兄ちゃん、行ってらっしゃい。ここからは一人寂しく登校と行きますか。あら、おはよう。ゆきこ、おはようさん。さすがに卒業式は遅刻しないで来たみたいね。でもあのバッドエンドの時の号泣ゆきこ可愛かったんだよな。野郎どもを交えてみんなで仲間たちでパーッと終わるってのもまあ悪くはないけどかなちゃんルートで進めてあれで終わったらやっぱねガグッとしちゃうよね。おいおい、そういう言い方するな。そもそもいつも遅刻ギリギリな原因はだな。私自転車置いてこないといけないから、それじゃお先。ちょっと待てよユキコ、こんなやりとりも今日で最後なのかな、ユキコ。おはようございます。あ、生徒会、藤沢さんだ、おはよう。先輩、ご卒業おめでとうございます。ありがとう、まさか君にそんなこと言われるなんて思わなかった。勘違いしないでください、私は生徒会委員として挨拶しただけです。最後まで出れなかったな。そうなんだ。それでは失礼します。短髪の子が気になるんだよね。君妹いない？藤沢さん、相変わらずきついな。おい、あ、哲也。いいか、今から俺が言うことよく聞いておけよ。おう、なんだやぶから棒に。オリクラさんはお前にくれてやる。え、その代わり、マジか、彼女を泣かせるようなことしたらその時は承知しないからな。お前いいやつだな。哲也、なんかありがとう、最後の最後に。俺が言いたいのそれだけだ。おい、分かったのか。おお、いいね、ここの男の友情熱いね。佐々木、分かった、かなちゃんを絶対に泣かしたりはしない。当たり前だ。あ、おい、なんだ、まだ何かあるのか。卒業おめでとう。お前かっこいいな。哲也いいわ。いや、なんか今までずっと哲也へのヘイトが溜まってた分、最後の最後にこの出れはね、ちょっといいなって思っちゃった。哲也ありがとう。いや、お前いいやつだよ。あ、卒業おめでとうございます。ありがとうございます、あやかちゃん。寂しくなっちゃいますね。そうだね、寂しくなるね。離れ離れになってても先輩とあやかは恋人同士です。お前恋のキューピッドになる気ないだろ。ああじゃない。あ、そういえばかなちゃんとはあれからどうなったんですか。いけない関係になろうと思ったんだけどね。どうなったってもしかしてあんなことやこんなことなんですか。思春期め、あやかちゃん、俺たちはそんな仲じゃない。あれ、そうなんですか。もうかなちゃんったら
恥ずかしがり屋さんなんだから。進んでんなあ、もう、ま、おませさんだな、あやかは。また会いましょうね。またね。そして何事もなく卒業式終わり、俺たちは3年間の高校課程を終え、晴れて自由の身となった。はあ、卒業式終わっちゃったね。そうだな。うん、ん、ちょっと、あれ、この辺は同じだな、会話が。せっかく卒業したんだからもっと楽しそうな顔しなさいよ。あんたたちがそんな顔してこの辺は同じなんだ。こっちにまで映っちゃうんだから。ここのユキコいいんだよな。ほら泣いちゃうユキコ。映っちゃったじゃないの。これもやっぱギャップだよな、ユキコの男勝りな、男勝りなユキコが泣いちゃうっていう。すまん杉咲。よし、俺はもう笑顔だ。だから泣くな杉咲。ユキコハンカチ使え。今まであまり気がつかなかったけど、お前って結構可愛い顔するんだな。ちょっと突然何言い出すのよ。本当だよね、本当突然。うん、俺もそう思う。水石はとびっきり可愛いぜ。綾乃とユキコの仲ってどうなるんだろう。やだもう、可愛い。今更おだてられたって何も出ないんだからね。いいなユキコ、照れるなよ。照れた顔も可愛かったりしてな。綾乃はユキコ大好きだな。もう知らない、踏んだ。にぎやかだなお前たち。で高坂が来る。え、 あら高坂くん。おお、高坂じゃないか。今日も神出鬼没だな。相変わらず失礼な奴らだ。ま、それも今日で最後だがな。お前こそ相変わらずなやつだ。そのトゲのある言い方なんとかならないのか。いや、俺は高坂より、高坂や綾乃よりも哲也が今一番好きだな、男キャラでは。それより哲也最後良かったわ。メンバーも揃ったことだし、お前の屍を超えていくよ。これからみんなでどこかへ出かけない。おお、それ賛成。高坂もちろん行くよな。俺はいいぜ。そうだな、今日くらいお前たちと一緒に過ごすのもよかろう。よかろうって。それじゃあパーッと行きましょうか。お前高校生じゃないだろ。ああおお、3年間にわたる高校生活は無事に終わりを告げた。お、帰ってきた。ただいま。あ、今帰ってきました。ちょっと待っててくださいね。ん、誰だ。お兄ちゃん、杉咲さんっていう人から電話だよ。うん、さっきまで一緒にいたのにどうしたんだ。もしもし。あ、私今駅前にいるんだけど、うん、ちょっと出てこれない。いいよ。あ、こっちこっち。おいおい、さっきまで一緒にいたんだから、なんでその時に言わなかったんだ。何よ、こっちだって気を使ってあげたんですからね。これもしかして、ユキコもしかして気を使ったって。オリクラさんのこと。あ、カナの、カナのこと。あ、びっくりした。ユキコに告白されちゃうのかと思った。カナのことか。ねえ、ちょっと歩きましょう。今朝ここで会ったの覚えてる？ああ。その時のあなたの後ろ姿、すごく寂しそうだった。私ですら声をかけづらかったんだからね。うん、オリクラさんのことなんだなってなんとなく分かったわ。ねえ、何をそんなに悩んでるの？ああ、でもそっか、ここでユキコがこっち側、主人公側の悩みを聞いてくれるってことなのかな。やっぱカナの悩みを聞いてくれるのはね、彩香だったりマナミ、マナミはちょっと違うかな、いるけど、主人公サポートになるのがユキコなんだ。でもユキコもさ、友達なんだからさ、絶対惚れてんだよ俺に。私に言ってよ。
絶対惚れてっから。ユキコ、俺さ、カナちゃんのことが好きなんだ、うん、ほらもう絶対惚れてんじゃん。切ない、これ切ないよ。最初は可愛い子だなってそんな程度にしか思っていなかった。でも一緒に暮らしているうちに彼女のことがいろいろと分かってきたんだ。うん、年下の16歳の女の子を好きになるなんて俺どうかしているのかな。18と16だから全然問題ないよ。どうしたのよ、らしくないな。好きなら好きだって思い切って言っちゃえば。きっと折倉さんもあなたのこと好きに決まっているんだからさね。実はな、ユキコ、俺は今までのことを全てユキコに話した。16歳の女の子に振られたなんて話、かっこ悪くて他人には絶対言えない。でもユキコにならそれを知られてもいい気がした。そうだったの。もう告白をしたんだよ。俺ってかっこ悪いやつだよな。そうよ、あなたは世界一かっこ悪いんだから。お、でも私はそんなあなたが好きだったんだから。ユキコ、切ない、これは切ないセリフだね。あんたは世界一かっこ悪い、でもそんなあなたが好きだった。サンキュー、ユキコ。ごめんね、あまり力になれなくて。いや、切ないな、ユキコ。そんなことないよ、だいぶ励まされたぜ、ありがとう。ねえ、主人公メンタル大回復でしょう、これ。ん？向こうへ行っても手紙くらいちょうだいね。ああ、嫌がらせの意味も込めて毎週書いてやる。それじゃあお返しに私は毎日書いてあげるわよ。ユキコ、俺たちいい友達だったよな。うん、恋人同士にはなれなかったけどね。切ない、切ない、ユキコ。それじゃあ私そろそろ帰るわね。折倉さんのこと焦らないでね。彼女だって本当はあなたのことが好きなんだから。うん、じゃあさようなら。さようなら、ユキコ。さようなら、ユキコ。いやー、なんかこうやっぱ第2章にもなってくるといろんな人間関係というか感情がわかる分、セーブファイルいろいろ自分の気持ちも動かされるね。ここでよろしいですか。ユキコ、切ないなー。セーブします。いやー、そっか、卒業式が終わり3月3日。これさ、もう今日家出ちゃうよね。そうだよね、折倉家で過ごす最後の朝が訪れた。ってことは今日もうエンディングまで行くんじゃないかと思うんだけど。すいません、弥生さん、果たしてキッスをすることはできるのか。これで荷物は全部だ。お兄ちゃん、この歯ブラシ持って行って。そうだね、向こうへ行っても使わせてもらうよ。うん。かなちゃんは？お姉ちゃん多分お部屋にいると思うけど。あ、まなみそろそろ学校行かないと。そうか、まなみちゃんはまだ学校があるのか。今日くらい休みたかったけど、お兄ちゃんそういうの嫌いだもんね。さよなら、お兄ちゃん、うん、またZY遊びに来てね。一瞬5時かと思ったわ。なんだ ZY って。ZY ね、ZY。 うん、遊びに来るよ。 ZY に来るよ。それじゃ行ってきます。行ってらっしゃい。そろそろ出かける時間よ。ママ、もう少し時間を。カナと最後の時間を。向こうへ帰って落ち着いたら必ず連絡をちょうだいね。それとご両親によろしくね。はい、わかりました。カナちゃん、いろいろ迷惑かけちゃってごめんね。いえ、いいんです。こちらこそいろいろありがとうございます。こんな空気出してたら弥生ママも察するよね、これ。あ、この二人、あっ、あってなるよね。さようなら、カナちゃん。
じゃあ弥生さん、これで失礼します。1ヶ月の間本当にありがとうございました。これが最後のお別れではないわ。また会いましょうね。絶対会いましょうね。お、アニメになった。俺だ、制服着てんな。かな、本当の気持ちがあるのなら今伝えないと後悔するかもしれないわよ。あ、ママも最後の後押し。待って、かなちゃん。かなちゃん、行かないで。こんな感じで。お願い、あなたがいなくたって前と同じ生活に戻るだけだって、そう思ったけどダメなんです。あなたのことが好きだから、好きだからずっと一緒にいてほしいの。ずっと一緒に。泣かないで、俺も君のことが大好きだから。まさかアニメにアフレコすることな。あ、やりやがった。ファーストキス結ばれた。お母さんの前でした。おー、結ばれたじゃん、よかったじゃん。最後の最後はカラちゃんも心を開いてハッピーエンドという感じでエンディング。すごいね、最後のアニメーションちゃんと終わるの気合入ってるね。いやー、よかったよカラちゃん。でもまあね、かなちゃんもね、好きだけどでもどうしていいかわからないっていう複雑な気持ちがあっての悩みだったからな。おー、最後の最後にタイトル回収で終わるのいいね。よかった、ハッピーエンドで終われて。ほんと途中いろいろどうなることかと思ったけど、無事にキッスができてよかった。車に轢かれたのは何だったんだろうな。別に轢かれなくても、あ、いやでもあれは彩香との仲直りイベント、重要なイベントだったのかな、ね、だから最初だから感じが勝手がわからないから本当死んじゃうのかと思った。ヒヤヒヤしたわ。死体とファーストキスは悲しすぎるでしょ。いやでもまあ最後切なかったのはユキコかな。ユキコ、まあ幼馴染ってわけではないんだろうけど、そういうポジションでしたよね、ユキコポジション。で、次回から攻略するキャラなんですけど、俺途中はユキコにしようかなと思ってたんですけど、あ、これこの CG ユキコ、これエロい。なんかエロいやつ出てる。いやー、ユキコ、でもユキコはね、いいキャラすぎるからちょっと取っておきたいっていう気持ちもあって、だからどうしようかな、まだちょっと悩んでる。今回のカナルートでは全く出てこなかった子に行ってもいいんだけど、それこそ綾乃のお姉さんだったり、生徒会の藤野さんだったり、あ、でも綾香かな。綾香行っちゃうか。カナルートではエンジェルになって頑張ってくれた綾香ちゃん、そうね、綾香にするか。よし、じゃあ次回からは綾香の先輩ラブの気持ちを全力で受け止めていこうっていう。あやかルートに行ってみるか。疲れそうだな、なんか。これあれなんだ、声優さんたちが歌ってんだ、このエンディング曲。言われてみればそうだ、この曲。あ、いい、なんかエンディング曲っぽくていい。え、これ誰、この CG かっこいいな。あ、もうショートカットの子か。なんかいいな、いいキャラが多いな。早くもっといろいろ他のキャラも知っていきたい。いやー、カナはね、なんかすごくいいヒロインだったなって思いますね。このゲームになんかふさわしい、こうエロ要素もあり、正統派の青春ヒロインっていう感じで、やっぱりこう回数を重ねるごとに、ゲームを進めていくごとに、カナの魅力が自分でも分かっていったかなっていう感じで、ちょっとこう危なっかしいところもありつつ、でもぶりっこすぎない適度なあざとさもあり、
とにかくめちゃくちゃ可愛かった。あと吐息がエロかった。あの風で倒れた時のイベントとかすごかったな。吐息がとにかくエロかったな。いろいろね、行動選択が難しいところもあったけど、でもハッピーエンドがこれで出て、やっとねこのゲームがどういう流れで進んでいくのかっていうのがやっぱ一周クリアして分かりましたね。だから次回以降はもうちょっとテンポよく進めることもできるかなっていうような気がする。でも彩香がどこにいるかとか全然分かんねえな。モスモスにたまにいる。やっぱりこの時代ならではの難易度がある。でも同時にこの時代ならではの面白さだったり萌えがあるなという、めちゃくちゃいいゲームだなと思いますよ。これこの後エピローグあるよね、これね。楽しみだな。はい、では引き続きファーストキスストーリーエンディングテーマお聴きください。以上です。そして時は過ぎ、いやエンディング曲すげえよかった。おっ、あなたがいてとっても可愛いです。子供ができちゃった。やった、いけない関係、いやいけない関係じゃない、夫婦になったの、結婚したの、子供作ったの、いやちょっといろんな、そうかい、俺は弥生さんに似てると思うんだけどな。マジか、そこまで行くのか。ファーストキスストーリーなのにキスで終わんなかったよこれ。うん、ほら目元なんてあなたにそっくり。はは、この子には幸多く元気に育ってほしいな。私たちみたいにね、あなた。そうだな、かな。さ、うちでみんなも待っているわ。そろそろ帰りましょう。喋り方若干変わったかな。あー終わった、すげー、結婚出産エンドか。へえ。いやでもお父さんの問題、トラウマというか悲しみを抱えていたカナがこうして自分がお母さんと、主人公がお父さんになるっていう終わり方はすごく綺麗にまとめたような気もする。やったー、カナルート終了でございます。今ならはっきり言えます。え、父よりもあなたが大切な人だと。あなたのこと大好きです。なんだそれ、最後すげえな。最後スタートボタンを押したら今の聞けるんだ、すげえ。うわ、何これ。聞きたい、声優フリートーク聞きたい。いやでもこれは全部、あ、カナだけ埋まってる、ここに声優フリートークは全部クリアしてから聞こうか。あ、いや違う、声優さんごとにあるのか。じゃあカナを見事演じ切った、吐息のエロいですね、非常に吐息のエロかった声優柳瀬夏美さんのありがたい喋りを聞きながら今回はお別れしていこうと思います。柳瀬夏美さんよろしくお願いします。オリクラカナ役の柳瀬夏美です。どうぞよろしくお願いします。たった今アフレコが終わりまして喉カラカラです。で、聞いてくださったあなたのためにちょっといい話をしちゃいましょう。実は彩香役もユキコ役もマナミ役もその役だけじゃなくてかなりいろんなキャラクターをやらせてもらいました。柳瀬も猫やったりコワモテのお姉さんやったりもしています。
プレイしながらそんなところもちょこっと楽しんでいただけたら嬉しいですね。ファーストキスストーリー、これからも頑張ってまいりますので、皆さんどうか応援よろしくお願いします。柳瀬夏美でした。また会いましょう。バイバイ。